やっほー、あやなんだよ。今日はホットペッパービューティーさんとのタイアップということでですね、ちょうど髪の毛もボサボサに伸びきってやばい感じになってきているので、美容院に私が普段どんな感じで行っているのかという動画を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。皆さんは楽しいか分かりませんけれども子供生まれてからとか子供生まれる前とかあんま関係なく美容院には全然行かないタイプなんですよ。めんどくさくて、まあ予約がめんどくさいとか、こう注文するか決めるのがめんどくさいとかも、とにかくいろいろもうめんどくさいんですよね、美容院っていうもの自体は。本当は、まあ、一番めんどくさいのは予約だな。なんかこう店探して電話してっていうのが、あの工程がもう嫌いでなかなか踏み出せないところなんですけれども、だんだん大人になってきて予約できるようになってきたんですよね。私ももう26だけどということで、今日はホットペッパービューティーを使って予約して美容院に行きたいと思います。ホットペッパービューティー知らないって人多分ほとんどいないかなと思うんですけれども、今回はねどっちかっていうと主婦だったりお母さんだったりそういう方向けにちょっとおすすめしたいなっていうことですので、よかったら見てくださいね。こんな感じでね、私はいつもこのフリーラっていう美容院に予約してるんですけど、あの担当の人に直接連絡しちゃう時もあるんですけど、これ見ればどこが空いてるっていうのがパーって一覧で出てくるから、私はそっちの方がお店的にも楽なのかなと思ってこっちで予約する時もありますね。ここで空席確認とか予約をしますっていうボタンがあるので押して、でこれ24時間予約できるから、あーもう店閉まっちゃったとかなっててもその後に予約して、で向こうのパソコンか何かしらに反映されるっていう感じなので、めちゃめちゃ的確です。ネイルとかも私ホットペッパービューティーで予約するんですけど、絶対に間違いがないからすごいいいですよね。カットカラートリートメントにしよう。このクーポンで予約、これで予約が確定されたので今日の6時半に私はフリーラに行きます。どういう髪型にしようかな、何が流行ってるの今。いや私さ、こうパツンってしてる髪の毛ね、私苦手、やっぱ飽きちゃうんだよね。こうパツンがみんなに似合うって言ってもらえたんだけど、前聞いた時。でもなんかね、やっぱ毛先すいてある方が私好きなんだよな、どうしても。ね、どういう髪型にしようかな。私はもういつもフリーラーってとこで切ってて、そこの担当の人が結構もういい感じにしてくれるから、あまり心配してないんですけど、メッシュとか入れようかな。でも明るくしたいな。結局さ、こういうさ、ヘアカタログとか見ててもさ、いや、これは顔が可愛いからそうなってるんでしょっていうやつ多くない？けど見せちゃうよね。石原さとみとか見せちゃうもんね。絶対なるわけねえだろって思われてるんだろうな、美容師って思う。ちょっとまだね、行くまでにちょっと3時間、2時間ぐらいあるので、ちょっと悩みたいと思います。じゃ、それでは、美容院になったらまた回しますね。一旦飛ばします。はい、ということで美容院に着きました。今日はね、撮影ということで事前にあの撮影許可をいただいていますので、こういう白いね、仕切りをしてもらってるんですけど、普段は結構割とオープンな感じでね、夫婦と並んでやったりとかしてて、私じっとしられないから、もう2時間とか3時間とか座ってるのはもうね、本当に結構疲れてきちゃうんですけど、まあ、そんな時にね、逃げ場になるのがこの編集ということで、いつもこういうパソコンを持って編集をしております。 YouTuber って感じだよね。お願いします。どうしよう、今日メッシュとか入れようかなみたいな感じ。なんか別色抜けてますよね。こうでもポーズしてたからな。ね、そう、ハイライト入れたい。細かめで。細かめで。じゃあ、ちょっと表面だけで焼いてて、うん、ちょっと動きやすい。あ、はい、それで。で、なんか、ちょっとピンク系、春系の感じで。OK です。はい、お願いします。てか、やば。そういえば、メッシュがこんな感じになってます。めっちゃかっこよくね。はーい。ありがとうございます。いやー、マジでね、子供がいるとね、美容院なんてね、あんま開けたもんじゃないし、行く気力も起きないですよね。私もね、もうそういう気力がなかった時は、家でなんか染め粉みたいなやつを買って、懐かしい泡カラーみたいなやつで髪染めてたんですよ。大学生の時とかもそういう感じで、まあ、学生の時だよね、お染め粉を2個ぐらい買ってきて、自分でバーってやって、工夫していろいろ、結構綺麗な色入れてましたね、私は。本当になんか髪型とかってすごい時代を物語るなって思うよね。中学校の時さ、スカスカだったよね。そう、うちの時はこう今って重めパッツンとかこう外羽とかが
流行ってるじゃないですか。うちらの時はこういうシューみたいな下すきスカスカのレイヤーカットっていうのがあれはとにかくすくんだよね。とにかくすく、男も女も結構こうも上持って下すいてるみたいなのが流行ってて、下が重いなんてありえなかったね。こうみんな持ってたもん、こうやって上に盛るよね恥ずかしいね、今考えると。今はこっちじゃん、こっち下をこうこうで、うん、じゃあ上を遊ばせるからね。そう、本当に多分今見てくれてる子たちはもう全くわからない、うん、本当にね違うんだよね。もうリボンも緩いで、スカートだけ短くて靴下はダルダル、ジャージのこういうところを切ったりするからね。してたしてた。携帯はデコデコ、まあこういうシンプルなのが流行ってるけど、石とかがもう積み上がってるみたいなね、そういう時代好きだった私は。でっかいふわふわつけたりね。そう、なんかね時代変わるわ。わかります。びっくりした、めっちゃ眠かった今。髪触られてるとマジ眠くなる私。あともう少し頑張ってください。はい、ありがとうございます。見てくださいこの色、いつもお世話になってる奥田くんでございます。あ、ついに名前を、はい、覚えましたでも朝来た時塚田くんだと思った。そうですやっぱフリーだね、イケメン美女が多いですね。これはカットして軽くしてもらって完成ですね。チャラーン、見てください、今回のあやさんカットでございます。かわいい、表面が動くように、はい、動きやすいようにちょっとレイヤー、やった。それでは一旦家に帰りたいと思います。あやさんありがとうございました。はい、なんと帰ってから撮ろうと思ってたんですけど次の日になってしまいました。イエーイ。いや美容院ってね、もう一回行くにも結構精神的にね、こうね大イベントなんだけど、みんなってどういう風に美容院を決めてるのかなってすごい気になって、まあ、私は近さとかで結構選んじゃうタイプなんだけど、今紹介したホットペッパービューティーもね、こうエリアでこう絞れたりとか、そう何のメニューで絞るとか、そういうのでも選ぶことができるのですごく便利だなと思います。あとね、私母親じゃないですか。この動画もまあね、お母さんとか専業主婦の方とかだと、もう私だって美容院行く暇なんかないわって、まあ、思う人もかなり多いかとは思うんですけども、それもすごく承知の上なんですけど、本当に美容院とか行くと心がこう明るくなったり、女の子として可愛くなれたっていうその自信から心の余裕ができたりとか、絶対お母さんにとってマイナスな時間じゃないと思うんで、このアプリもその子供連れで行けるサロンとかそういうので条件絞って調べることもできるんですよ。だから私は子供がいるからが忙しいからって、それでもう頭ごなしに自分のことを決めつけないで、なるべく自分のことをいたわってあげる時間も多く作ってあげて、そうすれば自然と心に余裕ができて、子供に対しても優しくできたり、周りの人に対して優しくできたりっていう、そういう結果自分にやったことは周りに対しての優しさになったりとかもするので、諦めないで、いくら忙しい主婦の方でも絶対それは時間作ってやった方が気分が上がるので、もうおすすめです。なんでこうやって24時間いつでも予約ができるアプリとか、条件とかも分かりやすく絞れるようなね、ホットペーパービューティーを使えばすぐに美容院もネイルも松江区もそういうの予約できるので、ぜひぜひ皆さんダウンロードして使ってみてください。ということで、みんなでこれからも可愛い女の子になろうね。バイバーイ。